皆さんこんにちは、ケンです。今日は岐阜県にライドに来てます。で、一緒に走る方の、ロードバイクを紹介したいと思います。結構私からすると珍しいなと思ったんですけど、車種はこちら、メーカーはアルゴン18の E18 っていうモデルです。エアロフレーム、うん、めっちゃ薄い、縦から見るとすっごい薄いですね、うん、すごい、こんな薄いの初めて見た。そうね、うん、素材はカーボン、アルミです。アルミ、へえ。ここにちょっと溶接の跡がありますね。ここら辺がないですね。トップチューブめっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗、トップチューブめっちゃ綺麗。フォークだけカーボン、アルミコラボ、フォークがカーボン。あ、確かにこれカーボンっぽいなと思った、うん、こっちはアルミなんや。そうそうそう。じゃあ順番にハンドル周りからちょっとご紹介しましょう、はい、ハンドルはこれフレーム組から、フレームから組んだそうです。でハンドルはこれはカーボン、カーボンですね。カーボンハンドル、エアローだね。ステムはなんかアルミっぽいですけど、カーボンですか。ステムはアルミです。ここまでがアルミ、うん、こっからステム、はい、でこれがアルゴンのやつなんですよね。純正のやつで、アルミとアルミステムでカーボンハンドルで、ここでなんか長さが調整できるっていう、ね、アダプターが何種類かあるんで、それで、おしゃれで、ここも結構エアロな、うん、ここもおしゃれじゃない。プロの、これあれですね、シマノプロのシマノ、はい、STI レバーはアルテグラの R8000、うん、ですね、使ってます、うん。で順番に下に行きますか。ブレーキがこれ日線ケーブルですか、じゃなくてもうそれ普通のフレームについたやつですか。これ中古で買ったんですけど、はい、その人が一緒につけてくれてた ERP の専用ブレーキ、専用なんで後ろに、うん、後ろもちょっと先に後ろ移すと、おここに、本当や、はい、空気抵抗、ここじゃないんや、そうやで、じゃあそのままドライブトレイン、うん、フロントディレイラーがアルテグラの R8000、うん、でクランクも R8000、うん、ペダルは SPD 片面フラットのやつですね、うん、で後ろリアディレイラーも R8000 のアルテグラ、これロング、ロングありましたっけ、ショートの方、ショート、はい。でちなみにストレートエンドなんで、ピストンにもできます。エンド幅が合えばここね、うん、スプロ系は28ですか、11-28ですか、これ11-28ですね、確か28っぽい、うんうん、はい。でこれここボトルケージ1個しかつけれないですね、うん、エアロすぎて、エアロすぎてサドル下とかにつける、あほら、ここから、ここから映してほしい、ちょっと上げていいですか、いいね、いけ、めっちゃめっちゃ平べったくない、ボトルケージがすごい出てる、うん、ほんとや、へえ。でシートポストもアルミ、うん、これカーボンですね、これカーボン、カーボンです、これカーボンなんですね、へえ。でここがツーウェイポスト、うん、あの TT ポジションに持っていくために反転、こうすると反転させるんですよね、こうすると、そうですね、今ロードポジションで、うん、なると。でサドルは結構柔らかめの素材のやつを使ってますね、うんうん。次ホイールはビジョントライマックスリムハイト35、うん、のやつにビットリアのザフィーロ、ザフィーロプロで、すごい硬いやつですね、725、全然減らないです、減らないですか。パンクとかにも強いですか。パンクとかも強いと思います。ほー、すごい、全体的にまとまってる、ロングライドに向いてる、うん、どうですこれ乗り心地。結構硬めですね、硬い、ガチッとしてよく進む、うん、それをなんかあれですか、シートポストとハンドルでちょっと軽量化して、はい、うん、感じです。乗り心地よくしてます。なかなか見ないよね、アルゴン、うん、もちろん初めて見たけど、これは確
かっこいい。でアルミとは思わない、うん、カーボンだと思ってた。思うね、溶接跡がすごい綺麗。溶接跡が本当にない。でここにあるんだけど、うんうん、見えないしね。見えないからそこは、かなりエアロに特化したロードバイクでしたね。はい、以上になります。はい、じゃあライド頑張ってきます。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。